皆さんこんにちは。改めて普賢の情報が公開されましたね。はい、保養域で普賢の項目が追加。一人だけ実装時期は未定とのことですが、量子と孫悟は一応リリース前から分かっていたようなので。はい、こんな感じで、普賢のイラスト公開で量子と孫悟のマークがありましたね。というのはさておき、金狼ジェイレノさん枠目に普賢を入れればかなり強そうですね。最速だと 1.3 の実装になりそうですが、実装が楽しみですね。というか普通に限定の孫悟枠そろそろ来てほしいので、ジェパード難民は歓喜かもしれません。ジェイレ引いてる人は、長い目で見れば銀狼確保して、普賢確保計画がいいかもですね。ということで普賢についてでした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。